改めまして本当に壮観な今図が皆さんの目の前に広がっていますけれども、改めて豪華キャスト22名の方にお越しいただきました。はい、皆さん今日は、足を運んでいただいて本当にありがとうございます。川村一馬です。今日は最後まで、もう豪華なこのメンバーと一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。本日はお越しいただきありがとうございます。轟洋介役の前田剛毅です。今日は、少しでも映画を楽しんでもらえるようなひとときになればいいなと感じております。よろしくお願いします。司役の吉野北斗です。よろしくお願いします。あれ間違えました、すみません。清役の植木雅俊です。今日は楽しんでいきましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします。皆さん初めまして、中岡を演じました中島健です。劇中では、すごいドレッドヘアで目立っているんですけども、実際はこんな感じです。よろしくお願いします。そんな感じです。ありがとうございます。はい、こんにちは、柴門役の龍です。短い時間ではありますがよろしくお願いします。辻役を演じさせていただきました鈴木武です。今日は最高の、時間を共に過ごせたらなと思います。よろしくお願いします。志尊淳です。よろしくお願いいたします。今日は楽しんで帰ってください。ありがとうございます。違います。あ、ボケないんですね。そのまま突き通すんですね。はい。ありがとうございます。僕が間違えたっていうことですね。大変失礼しました。毎度殺し屋ホセンダスでおなじみの塩野明久です。今日はサバ缶ルックで参りました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今度はスズラン男子高校。ちょちょ、あれあれ、僕うちの先輩が呼ばれてなかった。一応もう一人四天王でいるんですけど、志田健三役をやりました。ツッコミと同じぐらいのテンションでゆるくな。いや、なんなら志尊淳ですって言った後、次絶対俺来ると思って塩野明久ですっていう準備をめちゃくちゃしてたけど、まさかのそういうあれになったんで、ちょっと失礼いたしました。勝手に言っちゃったわけじゃないですか。切り込み隊長ということでこのタイミングでではご紹介させていただきます。すいません、ありがとうございます。失礼いたします。でも今日はね、僕のテーマが迷い込んだおばちゃんという設定で来たので。どういうこと？どういうこと？よかったです。なんかこんなにイケメンがいっぱいいておばちゃんだ、嬉しい。ありがとうございます。新井です。よろしくお願いします。ありがとうございます。誰よりも印象残った。